永遠じゃないな。数億年したらもう地球も永遠はないな。何これ、え、しん、なんか銃で撃たれてもなんか死なないんか、これ。どんな体してるんかな。誰やこれ。
姉ら、誰だろう。キャプテン、クク、泣いてる。昔のことを思い出してたんだ。海賊だった頃のことなの？ずっと海賊だったんだよ。泣いちゃったのはものすごく。カイム、全然変わらないな。私から話を通します。会ったことはありません。非常に老練で話の分かる方だとか、きっと鳥海竜を超える船を借り受けられるはずですわ。やっと人が追いついたってもんだ。私の話聞いてます？いや、まあいいじゃない。ところで固い話はさ、それより飲めないってのは本当なの？ええ。だって王様だろ。パーティーのワイン飲んだりシャンパン飲んだりしねえのか？しません。意外だね。まあ飲んでみなって、楽しくなるんだから。え、本当？うん。毒じゃないんだから。アルコールが踊るかもしれないぞ。そういうものですか？ああ、飲めばわかる。さあ。こんな安酒じゃ。あ、いえ、初めての見かけるだけです。いや、なんなら無理しなくても。いいえ、私です。飲めないなどとは言ってられませんわ。
とてもほっこりしてきました。ヤンセンの言う通り、今もうわーっと。ああ、不老不死だったら飲む必要ないと思うな俺。かわいいねの。こらー、おーびっくりした。何やってんだよ。いや、ちょっと真面目に語ってたんだよ。え、そのあれだよ、ゴッツァに話って話。なんだってほら、ゴッツァは魔導が手に入るんじゃないかって、こうみたいなことを真面目に言われると。変な真似したらただじゃおかないからね。言ってます、気使ってんだぜ。これでもカイム、本当に子供の頃のお迎えがあるぞ。いや、もうすっくりおっさんよ。そうは言うけどさ、じゃない、あたしタイプかも。こいつは店のおごりだ、飲んでくれ。じゃあエンドワーク、あんたがこの村を、俺はまだ7歳だったがね。